新設狼と香辛料狼と洋皮紙とは、長瀬倉東佐のライトノベル作品。著者の代表作、狼と香辛料の続編であり、2016年より電撃文庫から発行されている。前作の登場人物である青年塔とコルト、前作の主人公とヒロインの娘である少女、ミュウリを、主人公に据え、とある王国と、 教会勢力との対立を舞台とした物語が描かれる。メディアミックスとして、一人作画によるコミカライズ作品が2019年により、電撃魔王にて連載中。聖職者を志す青年、これは恩人のロレンスとホロ夫妻が営む湯や、狼と行進料亭を旅立つ。ウィンフィール王国の王子に誘われ、教会の不正を正す手伝いをするために。だが、 彼の荷物の中には、ロレンスたちの一人娘で、狼の耳と尻尾を持つ少女、ミュウリが潜んでいた。コルと、兄弟同然に育ったミュウリは、コルの旅立ちを知って、家出を企てたのだった。はじめは、ミュウリを家に帰そうとするコルであったが、結局は、旅の道連れとすることを決める。そして二人は、巨大な権力闘争にまつわる事件に巻き込まれて、行くこととなる。 YouTube で配信している公式電撃文庫チャンネルの電撃文庫朗読してみたとして、2021年3月11日より、井口優香による約6分半の朗読が配信。ありがとうございます。